どうもねるです。今日も一日お疲れ様です。毎日16時公開予定、マリオカート8デラックス第244回目。12月も29日になりまして、ほんと年末早いですね。1年経過するのって。というわけで今回は、原点回帰でバイクに戻ってみます。久々のバイクなんでうまく操作できるかどうかが問題。とりあえずスタートダッシュは成功。ずーっと花ちゃんバギーで遊んでたんで、たまにはねって、ほらやっぱりこうなるよね。曲がりやすいんだよ内側に。でまあ年末年始になって、まあ仕事もあったりとかで大掃除とかしてできてるかな。29日までに、まあ11月中旬ぐらいに実家に引っ越してきて、まあその時掃除してるから、まあそれでももう1ヶ月か1ヶ月以上経つんだなと思うと、掃除しないとまずいんだけど、まあいいやっていうデータが来る。さあ2周目。曲がりやすい分、急に曲がらなきゃいけないとか、そういう時は便利なんだけど、はい、食われた。土管にぶっかっちゃった。チクタクロック 150cc。 今回は着せ替えスクーターでやってみます。これは外側にあれなんだよね、ブレやすいんだよね。細かな、カーブがあるとこだとちょっと使いにくいのかもしれないけど、早めに入力すれば割とインをつきやすいのかもしれない。こんな感じでいけば、
さあ明日でも。いやー8